行動跡、築後国分寺跡は、福岡県久留米市にある寺院跡。現在は、久留米市指定史跡に指定されている。奈良時代に、聖武天皇の御事のりにより、日本各地に建立された国分寺のうち、築後国国分寺の寺院跡にあたる。本校では、築後国分アマデラ跡についても解説する。現寺委員については、国分寺を参照。 久留米市中心部にある寺院跡で日吉神社境内に掃除跡が確認され、その北約200メートルの寺西村に天寺跡が推定されている。両寺席とも住宅街の中にあり、遺構は失われつつある。聖武天皇の御事乗りによる混流とされるが、創建の記録は残っていない。俗日本記には天平商法8年に、 筑後国を含む26カ国の国分寺に対する法具半覆の記事がある。演技式では筑後国分寺料は13,394束。任時2年の文書によれば当時には国武総寺、天寺ともに有名無実化し破損の甚だしいことが見える。その後は武士の台頭により寺料も失った。その後室町時代から近世諸島にかけての時期に 久留米市宮の陣にある天台州の五国山国分寺に移ったとされる。慶長年間には掃除跡を横切る形で柳川街道が築かれており、その当時には創建寺の位置には存在しなかったものと考えられる。寛延期、寛延2年には国分寺跡として記載されている。当跡掃除跡は日吉神社境内と重複して位置し、地域は 約150メートル四方と推定される。移行としては、坑道跡、塔跡、築地跡が確認されている。坑道跡は、東西七馬、南北四馬と想定され、神社境内に礎石一個が残る。また道路を挟んで、塔跡が一致し、現在釈迦堂のある位置から、陶器団の一部が見つかっており、その規模は一辺約9メートルと推定される。また、その周囲から、 築地べの溝跡が発見された。その他、ババデンには、画用跡も発見されている。掃除跡の北約200メートルの西村地区に推定される。この西は、二次の天下とも言われる。遺構は見つかっていないが、推定地域からは多くの古河原が発掘されている。所在地周辺地区後国部アマデラ跡に関するカテゴリー。ありがとうございます。